旅の人だろ、上がってきな。あ、でもお金が。いいっていいって、こっちは旅の人に知らない土地の話を聞くのが楽しみなんだ。遠慮なんかいるもんか。じゃあ遠慮なく、片付けない。おさん、酒と芋煮、それからおでんな。すみません。小姐